遺族、ピンウィン、イーズは中国の少数民族の一つ。2010年の第6次全国人口、広島統計では人口は871万4393人で中国政府が公認する56の民族の中で7番目に多い。民族名の自称は、ノス、ラス、ニス、ノポスなど様々な地域によって異なった呼び方をする。 中国の古典文献に登場する、この民族の民族名は、エビス、カラスバン、ララ、など、多様に存在し、別称のエビスが通称であったのを、中華人民共和国成立以降に同じ音である、常の字に統一した。常は、再起転じて、道徳などを意味する、ミヤビア座。ロロ族という古称もあり、かつては自称であったが、現在は、 中国側では別称である。ロロとは、遺族自身が、先祖崇拝のために持つ、小さな竹網。当て字の、では、部首に獣編を付け加えるなど、多分に別種的な要素を含んでいる。ただし、漢字を全廃した、ベトナム側では今日でも、差別的な意味合いはなく、ロロ族と呼ばれている。民族衣装をまとった、遺族女性遺族は、 中国西部の故郷の子孫である。故郷は、チベット族、納めに氏族、郷族の先祖でもあると言われる。遺族は、南東チベットから四川を通り、雲南省に移住してきており、現在では、雲南に最も多く居住している。南省王国を建国した、カラスバン族が先祖だと言われている。精霊信仰を行い、美茂という死が先導する。道教や、 仏教の影響も多く受けている。雲南省には、イスラム教を信仰する遺族の集団もある。ただしそれらは、イスラム教を信仰する遺族なのか、以後を話し遺族の文化に属する海賊なのかは、明確には分別できない。雲南北西部と四川に住む遺族の多くは、複雑な奴隷制度を持っており、人は、黒いと白いに分けられていた。白いと他民族は、 奴隷として扱われたが、白いは自分の土地を耕すことを許され、自分の奴隷を所有し、時には自由を買い取ることもあった。またダーリャニ山に住む遺族には、ピモの伝える歌に、死後の魂が祖先のいた地へ戻るための経路を表しているものがあり、それを遡ると、長江上流へと行き着くため、長江文明を築いた集団の末裔とする説も存在している。 遺族には多くの事象があるが、ノス、にロロホ、ララポの三大系統に対別される。このうち、ノス社会は、かつて、ダーリャン山が奴隷制社会であったことや、現在でも族長が、一族の強固な結束力としてあることを特徴としている。なお、イエシは血統を意味し、始祖から、不死連盟性によってつながる、不軽親族集団である。 ツネゴしなチベット語族のチベットビルマ語派、ビルマロロナシ語群に属するロロ諸語系のツネごを使用。ビルマ語と緊密な関係を持つ。ツネごは完全な快音節言語で、すべての音節は末尾が母音で終わる。ツネごの快音節性は、漢語からの借用語においても厳格に守られている。日本語は同じ快音節言語と言えるが、 看護語や英語からの外来語では、音節末尾の心、N が発音される。一方、常語の場合は、大量に流入している看護からの外来語の、発音においても、快音節性が守られている。ここから、北部方言、ノブの理解方言を参考にして、母音、心、成長、アクセントについて列記していく。文法語順は日本語に似ていて、 主語目的語動詞の順に並べられる。動詞、形容詞に活用はないが、詞因の交代によって、自動詞と多動詞あるいは刺激型が示されたり、一部の名詞や代名詞が成長の変化によって目的格を示すといった内部屈折が認められる。認証代名詞は、単数と複数のほか、総数型や引用型が存在することが特徴的である。 総数型とは、認証代名詞の複数型で、二人の私たち、あなたたち、彼らと三人以上の私たち、あなたたち、彼らの異なる、認証代名詞で使い分ける。引用型とは、他人の言葉を引用する際に、引用された言葉の中の一認証代名詞に、専用の認証代名詞が使われる現象である。5位、常語の単語は豊富な説刀事や、 設備時によって構成されるが、特徴的なのは、形容詞の構造である。漢語と同じく囲語にも何種類か方言がある。主に6つの大型こと、その下に16の解放言、さらに33の度語が存在している。6つの大型こと間での通話はとても困難で、開放言となると、さらに困難な場合がある。ここでは6つの大型ことについて列記していく。 常文字と呼ばれる、標温文字を持つ。主な産業は、農業と牧畜業である。農業では主に山間部で、トウモロコシ、ベーン、ジャガイモ、麦、蕎麦、豆類などを栽培し、ヤギや豚などの家畜を飼育している。伝統的な主食は、ツワンパという、いった麦粉を水で練ったもので、チベット族の食習慣に近い。近年では、出稼ぎのために、 霊光師などの都会に出る者もいる。葬式に関しても、ナシ族やプミ族と同様、伝統的には仮想の習慣を持っていた。この習慣は、高原に居住する遊牧民の世界観につながるもので、遺族の出自を考える上で参考になるものと言えよう。しかし、全近代の世界において、仮想を行えるのは、 強大な火力を得るために燃料を十分に使用できる、豊かな身分に限られ、そうでない人々は、調創もしくは土創を行った。日祭り独自の相撲があり、相撲は常語で、バージといい、土俵はなく、地方によって、相撲の取り方も違い、ある地方は相手を地面に倒したら勝ちで、ある地方は、肩と頭先に血を触れたら勝ち。遺族には、独自の競馬があり、 競馬を、囲碁で、無事という。ありがとうございます。